エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はトラストコラボの使い道はどうなる、スペサブの違いをもとにルールやマップの相性を考えてみたとなります。新シーズンの情報が来てからトライストリンガーコラボの使い道を考えてはいますが、結構悩みどころですよね。武器の性能だけを見ても判断に困ると思うので、ルールやマップで見ていこうかなと思います。また今回に関してはスペサブの組み合わせがデコイとスプリンクラーという仮説で進めていきたいと思います。ということで今回はトライストリンガーコラボをマップやルール視点で見た時の話を次の順で紹介していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは大きな違いになってくるスペシャル視点での使い分けをまとめていきたいと思います。結論から言うと、使い分けとしてはマップの狭さに合わせて考えていくといいのかなと思います。これは邪魔ができるポイントを抑えると考えやすいと思いますね。まず2つのスペシャルの共通点は邪魔に特化したスペシャルになっています。ただその性質は逆で、メガホンの場合は敵そのものに対して攻撃をするため、強制的にその場から動かすことを目的としています。簡単に言えば一時的な行動制限を与える邪魔ですね。この邪魔は動きの制限やルール関与などの邪魔ができるので、かなりいい感じです。ただし濡れないというデメリットはあります。デコイの場合ですが、おとりとして場所を取るスペシャルとなっているため、その場にいる敵の邪魔をすることが可能となります。その場から動いてしまうと被害が少なくなるというデメリットはありますが、足場を塗ることが可能となっています。性能の差としてはこんな感じになりますね。邪魔するスペシャルですが、性能面で邪魔する対象が違うという感じになります。あとこの2つの邪魔の拘束時間はこんな感じになりますね。メガホンは各レーザー約3秒くらいの追尾、デコイチラシは着弾後4秒で起爆となります。爆発までの時間を考えるとデコイの方が良さそうですが、破壊ができるため必ず邪魔できるメガホンの方が軍配が上がります。この点を考えるとメガホンの方が邪魔特化のスペシャルとしては強いんですよね。ただし邪魔という点ではメガホンが優秀なだけとなります。デコイチラシに関してはメガホンと違って味方が潜伏しやすいというメリットがあります。メガホンは射程がある分敵の場所に関係なく攻撃が届きます。ですがデコイチラシは場所を狙うので、近くにいる前衛などは場合によっては合わせやすいというメリットがありますね。でも一つ問題点があって、射程という点だけで言うと立体に対して対策ができるのかちょっと難しいポイントかなと思います。この邪魔の点を考えた時に、使い分けとしてはルールというよりもマップ寄りで考えるのもありなのかなと思います。続いてはルール別で見ていきたいと思います。こんな感じですね。個人的には無印と反対の得意不得意が出るのかなと思ってます。まずはガチエリアに関してですが、相性が良くなると思ってます。というのも後衛の位置ということもあり、ガチマッチ中は塗り管理を催促されることが多くあります。そのためメインだけの塗りではエリアの確保は非常に難しいため、スプリンクラーを使って補助できるのはありがたいなと思います。またエリアあたりから敵陣に向けてデコイチラシでカバーと邪魔ができるのは単純にいいことかなと思いますね。メガホンだと敵に依存してしまいますが、デコイなら場所を取ることができるので押し込めた際のカバーもしやすいと思います。続いてガチホコバトルですが、正直無印よりも劣ると思っています。というのも相手を止める手段がメインしかないんですよね。まずデコイチラシですが、ガチホコは避けて配置されるようになっています。何度か打ち込んでみましたが避けてましたね。たまに中に入るぐらいです。そのためガチホコの即割りでは使えないので、割るという点では無印の方が強いように感じます。またサブのスプリンクラーはホコショットやスペシャルの影響を受けます。ですがポイズンは消されることはありません。こういった点でも無印の方がいいなと思いますね。止める上ではどうしても無印に軍配が上がるのかなと思います。続いてガチアグラに関してですが、トラストには劣るかなと思っています。というのも止める手段がそもそも弱いっていうのがあるからです。メガホンの場合乗る対象を攻撃できますし、バリアの貫通などもできるため対策が豊富なんですよね。
しかも矢倉の上からの攻撃が可能なので、関門周りの敵を強制的に邪魔するということができます。ではコラボが三角の理由についてですが、乗った時のスプリンクラーの耐久値とペコエチラシの援護が可能っていうのがあるからです。スプリンクラーに関しては壁として使えるので多少の耐えっていうのは期待できます。また足場を塗りながら進むので敵に集中できますね。さらにデコイチラシで後方から援護も可能なので、自分が矢倉に乗りつつ味方がイケイケなら強いんじゃないかなと思います。しかも柱の上にデコイを設置できるので車線切りながら発動できるんですよね。意外と化けそうだなとも思っています。最後にガチアサリですが、個人的には攻めの機械をメガホンよりも分かりやすく作れるのは良さそうだなと思っています。無印は防衛をする上では強いサブスペとなっていますが、攻めとなった場合押し込むにはメインと味方で依存してしまいます。本当に連動が高くないと攻撃の機会を作りにくいっていうのがあるんですよね。ですがコラボの場合はスプリンクラーなどを使って壁裏などから中央の塗りの確保をしつつ、デコイでゴールあたりの邪魔ができます。無印ならゴールから離すことは可能でしたが、突っ込んだ時止められる可能性があるんですよね。ですがデコイの場合は敵がデコイを破壊しながらさらにこちらの前衛を止めるという必要が出てきますので、意外と辛くなります。防衛面では厳しいかなと思いますが、攻める点ではとても優秀なように感じますね。ルールの視点ではこんな感じになるのではと予想しています。トラストの足りない部分は逆に特化したという感じかなと思いますね。続いてはマップによっての使い分けを見ていきたいと思います。正直マップの特徴で見ていくのがいいのかなと思います。使い分けとしては直線的なマップか横広のマップで判断するのがいいのかなと思います。直線的なマップは無印、横広のマップはコラボかなと思ってますね。まず直線的なマップに関してですが、そもそも敵が横に分散しにくいこととチョークポイントが分かりやすいので足止めが有効です。塗りの幅も小さいのでメガホンやポイズンが刺さりやすいと思います。逆にコラボだと攻めやすくはありますが、防衛時がとても辛い印象っていうのがありますね。デコエも奥まで攻撃が届かないので後衛の邪魔がしづらくなると考えます。このあたりはリッター対面で考えると分かりやすいのかなと思いますね。続いて横広のマップですが、塗りの影響を受けることが多くなるのでコラボの方が有効だと思います。無印の場合はメガホンやポイズンで移動の入り口を抑えれますが、広すぎて足場の管理が難しくなります。それをスペアサブで補助しながら動けるということを考えるとコラボの方がいいのかなとも思います。そもそもこういったマップは押し込むほど狭くなっていくので、デコイチラシとかは刺さりやすくなるというのがありますね。マップの有効性はこんな感じになるのかなと思います。もちろんチームの組み合わせにもよりますが、コラボの方はスペサブの塗りの恩恵を意識した動きっていうのが大事になりそうです。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストコラボの使い道はどうなる、スペサブの違いをもとにルールやマップの相性を考えてみたはいかがでしたでしょうか。正直使い分けは可能かなと思っています。ただ上位勢が無印で XP3000 近くを出しているのを見ると、無印がある程度完成されているように感じますね。ただそれは上位勢の話ですので、コラボは使ってみて冷静に判断していくのが重要かなと思います。個人的には早くこの辺りは試してみたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。